お疲れ様です。暗号通貨ニュースでございます。昨日までね、堅調に進んでいたビットコインインサリアムをはじめとする暗号通貨の流れですけども、ここに来てドカーンとね、急落したような感じがします。何なんでしょうかね。まあ株価の方もだいぶ変わったというふうに聞いてますよ。ニューヨークダウン急落で一時1000ドルの安値をつけたと。1000ドル以上ね。で、高インフレが継続するということで、えー、ドル円の方もね、実はね、すごい 急落というか、円安に、ぐーっとね、3円ぐらい振れてるんですよね。恐ろしいことですよね。2円3円ぐらい、ぐーっとね、一瞬のうちに動いてしまったんですよ。で、それにつられるように、やっぱ市場ってのは連動してるのか、この暗号通貨市場もね、ビットコインが320万ぐらいいったのに、また300万を割るような感じになってきましたね。こちら。うん。ここですか。で、えー、イーサリアムも、 まあ、イーサリアもそんなに変わってないんですけども、ちょっとね、下がっちゃったような感じですね。うん、だただ、ただね、そういうふうに価格をなぞるしかできないんですけども、価格予想とかっていうのは暗号通貨の方では、もう全くできないですね。ファンダメンタルですよ、こんなの。リップルは、やっぱりね、リップル190円で売っといて本当に良かったですね。二度と190円台に行かないな、というふうな気がしますよ。 うん、でカルダのもう72円3円とか言ってたのが5円ぐらいボカーンと落ちちゃいましたね、うん、まあそんな感じでアルトコインもビットコインもちょっとまた風向きが悪くなったのはまあ市場と連動してるような気がしますうんまあそれでこれからの暗号通貨の世界なんですけどもおそらくね、まあ、このイーサリアムじゃないかなと思うんですねやっぱりイーサリアムがグイッと出てくるのかなとというのが あの、ディファイっていうのはともかくですね、今、NFT っていうのが、ああ、市場に出てきて、多分ね、これがね、第2期成長期を迎えるんじゃないかなと思うんですよ。えー、NFT を使った、その、例えば AI アート。こういったものが、もっともっと、多くの人に認知されて、使われるようになった時に、おそらく、なんですかね、イーサリアムっていうのが、 また！よく利用されるようになるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、そのもかはちょっとまあ考えられないですね。そのアルトコインってそれぞれ役割があって生まれてきてるはずなんですけども、その役割が一旦果たされてるのか、果たされてないのか？うん、なんかその開発者もぼちぼちくたびれてきたのかなとかね <laughs>。思っちゃいますよね。あの税制とか規制とかそれから思ったように市場が反応しなくて。 うん、開発の方もモチベーションが落ちてるんじゃないかなと思いますホワイトペーパーを見てその、まあ、いわゆる赤子通貨のねロードマップですか比較するとなんかねやっぱこう落ちてるんですよねちょうどこのグラフのようにですよグラフのようになんかこう最初はやる気がぐわーって出てきて人気もブワーって出てきたんですけども最近あんまり市場が反応しない 税制もきついからだんだんモチベーションが落ちてきてるのに合わせて価格もなんか同じようになってきてるのかなとか思っちゃいますね <laughs> うんだからあの今 NFT を使った AI アートってのがまあ結構ね市場に出てきてやり取りされるようになりましたんでうんかといってイーサリアムの実需には反映されてないってとこですかうん、まあ、ビットコインほどじゃないですけどもイーサリアムも なんかその利用価値を見失ってるのかなって気がしますね。はい。じゃあまあ今日はそんなところで特に語ることがないんで、ね、はい。失礼します。